大阪1万発の本音で話せやー、よし、はい、さあ、今日はね、久しぶりに大物というか、よくスケジュール取れたんと、本当に忙しいとこありそうですね。もういいっす、バッチさんでーす。バッチさん、どうもよろしくお願いします。松本バッチです。いや、本当になんかこんなピンポイントでこの日家の空いてたって本当にラッキーかなと思って。いや365日あってこの日が空いてないんだよね。空いてないんですよ。そうですね。実際問題360、まあ、4日分スケジュール入ってたってこと。そうですね。ありがたい。じゃあこれのせいで休みゼロになったってこと。休みゼロになりました。もうあとはもうすいません、ね、休み仕事、ね、あともうダブルヘッダートリプルヘッダー。仕事ね。さあ、ということなんで久しぶりなんでね、いろいろ実は僕バッチさんのあんまりその経歴とかほら、はい、聞いたことがないんだよな。あ、そもそもそうなんですよ。なんでちょっとこういいかなと思って、改めてお話を聞くのに今日楽しみにしてる回でございますね。はい、お願いします。はい、お願いします。あー、なんか本当に忙しい。今パストライターで一番花形ポジションがバッチ君ですよね。いやそんなことないと思います。勝ち目で変な忖度や容赦もなく、だから大御所クラスの方がいらっしゃるじゃないですか。大崎さんとかもそうなんですけど、うんうんうん、そのだから下の、言ったらそのダウンタウンさんとかがいて、その下の世代みたいなんで言うと、やっぱバッチさん、あと嵐さんとかその辺の方々ですよね。そうだよね。そう、だから本当に、でも、突然とかみたいな、なんかバッチって名前聞き始めた時があって、え、この人何なんだみたいになったから、急にいろんなところで見始めて、はいはいはい、で、僕の共演したそのライターから、あいつはすげえよみたいな。トーク力があるし、花があるし、あ、絶対あいつ来るよったら、あれ言われてる間に、すみません、バチさんみたいな感じになっちゃって、本当。でも確かに、飯食っていけるかもってなったのは、本当1年間ぐらいの出来事でしたね。バー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 ってなった。はい、やっぱりあれですか、その、いっちーさんと仕事したことがなんかきっかけだったみたいな。もう、同じタイミングではあったんですけど、あの番組も、でも1回やって、なかなか目出なくて、ちょっと長い時間休んでるんですよ。へえ。1回目のその、うん、あ、ちょっとだけお仕事増えてきたかもっていうのはもうパチテレさんで木村さんの番組出たタイミングです。はーはー。窓際に呼んでもらってっていう年と、うんうん、で、あと山口レバーオンと、うん、あ、はいはい、埼玉の魔王ですね、民放のその MC が2つ決まった年があって、でそこでその石川さんとやってる番組も置き時に乗っかって跳ねたんですよ。はあ。休んでて復帰で置き時なんて、はい、ああ。で置き時がちょうど、うん、僕は4号機の置きスロが島娘とかが好きだったので、あ、このシステムすごいいいわってたまたま一生懸命打ってたんですけど、置き時も一回関東とかでもうバーッと一回こけたじゃないですか。こけた。でたまたまそれで東海の地方の市で収録決まって、置き時こんなにあるんだってなって、俺めっちゃ勉強してるよってなって。で、オキドキが全国に広まっていくとともに番組も伸びてくる。あ、へえ。あの年にガーって一気に忙しくなりましたけど、それまでも雑誌の DVD とかそのスカッパーの番組なんかも一部あったわけでしょ。はい、もう最初の 2,3 年はもう本当雑誌の仕事だけで、うんうん、ページが自分の連載とその企画もののやつとたまに騎士ものやったりとかしてっていうのとプラスアルファぐらいでしたけど、パシテレさんとサイトセブンさんでレギュラーを持って、でそのゲストとかにも出させてもらってっていう時期が1年間ぐらいあって、そこからまあ民放とかにも出させてもらってっていうのがまあ1年乗っかってっていう感じだった。でも雑誌もあれですもんね、その DVD で全突破とか始まって、はい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 、その雑誌の時もバッチさんここにありみたいな、うん、俺もずっと買ってたんで全紙雑誌は、うん、その時だからその、はい、バッチさん出てきて全突破系のやつやってて、すっげー負けてても超楽しそうにレバー叩いてるなこの人っていうのが、うん、めっちゃ印象的でしたね。特に最初の頃のマガさんの動画って、うん、機材トラブル起きても誰も気づかないでそのまま収録するんで例えばバッチさん、はい、バッチさんいて、うん、ナビさんいて3人でもう一人いて3人で並んで打ってるんですよ、うん、でバッチさんの声聞こえるんですよ、うん、ナビさんの声喋ってるんですけど全然聞こえないんですよ下にテロップでナビさんのマイク壊れてますねいや壊れてますじゃねえよDVD で見てるからこっちがいやお前撮り直せやって話なんですよ。いやだからそれもめっちゃ面白くて、であとある時は上にカメラがあって3人引いてるんですよ、で
みんなここに向かって喋ってるんですよ、うん、でもこのカメラが壊れてて死んでる時ありましたね、こっちの絵が死んでる時ありましたよ、ほんとだからバッチさんとナビさんと3人でいやほんとね、この機種はこうこうこうでこうやってって喋ってるんですけど絵は全部横からの絵じゃないですか、あれやってても石川くんなんですよあ、そうなんですか、はい、で、まだそれこそ石川くんが、うん、あのこっちの業界に入ってきて番組作り始めて数本とかの域なんで、うん、まあノウハウとかは一応あるんですけど、うん、もうとにかくカメラも3台置いたらもう配線がもう一人でやってるんですよ、ちっちゃかちっちゃか、いや、まあ大体 AD さん連れてきてたんですけど、うん、その返しを当時つけようとしてたんで、うん、でカメラから直接つけるから、うん、もうしっちゃかめっちゃかであっちが落ちてこっちが落ちてみたいな、俺めちゃくちゃ面白くて、超新鮮でした逆に。ただまああの性格なもんだからゴリ押ししますからね。あまあでもそういうのも結局後になってみたらまあいいネタになってね。そうですね。ね、そういう違いがあるよね。めちゃめちゃ面白かったもんなあれ。え、バッチさんは最初が芸風っていうかキャラっていうかそれは変わらない感じで？いや、僕は最初はそん、まあ一番やっぱどん詰まりしたのは、うん、僕がやろう、僕パシスロこういう風に思ってて、こういう風なことをみんなに見てもらいたいなっていうのをやってった時にやっぱり嵐さんにまずはバーンってぶつかりましたね。あ、なんか企画書をそのテレビ局向けに番組6本7本ぐらい書いたんですよ、うん、こういう番組がやりたいって、うん、はいはい、自分でやりっていうのがもう編集部経由で出してもらったら、うん、まあどんなやり取りがあったか分かんないですけど、うんうん、編集長からあの全部嵐でやった方が面白いみたいなこと言われたよっていうふうに返してるんですよ。それまあまあダメージやん。そうですね、うん、でまあ僕はうわっと思って、うん、で、まあ、僕もちろん嵐さんのこと知ってたんで、はい、まあでも逆に立場で考えたら、うん、そりゃそうかと、うん、で一枠取ってってなった時に、うんうん、やっぱ嵐さんで嵐さんとしても知り合いになって仕事するようで、うんうん、ああこの人すごいわと熱量があって、うん、同じことやってたんじゃ絶対その椅子は取れないと思ってたんで、うん、でまあ自分はでも嵐さんよりも自分もうちょっとポップかなって、はい感じだったん で、うん、で逆にじゃあちょっと面白いパチンコパスロ動画をこういう風に解説とかメイン、うん、詳しいよりも面白いにちょっとシフトしようと思ったら今度は木村さんがいるわけじゃないですか、うん、そうだね。でまあそれぞれ皆さんと仕事してもらった時に、まあ、目標としたのが僕ちょうどその真ん中かなっていう、うん、この2人とかを動かすのはもう無理だと一緒にやってもらってっていう感じしたんで、うん、でもねそうやってこうなんていうのそういうポジショニングが自分が俯瞰して見れてないとできないじゃん。まあそうなりますよね。そのそう、はい、なんか勘違いしちゃう人ってたくさんいるじゃないですか。自分が面白いって、うん、そうそう、はいはい、いやでも自分はこうじゃこの人にはここはかなわないでもここはこの人よりもしかしたらいけるかもっていう、まあ居場所探しだからね、うん、こういう仕事っていうのはさ、うん、あだからそこは多分うまくこうあれですよ、あバッチさんは自分が分かった上でここに、うん、狙いところにはまってそれが伸びたっていう感じなのかね、うん、いないっすもんね、そもそもそんなこと考えてるライターさんなんて。確かにそういうことよね。芸人だったら普通にいいじゃないですか、自分の芸風でカメラかぶらない、多分やってること一緒じゃないですか。でもなんか知ってるライターさんとか話しても、うん、誰もそんなこと考えてないっていうか、え、なんかパッツ好きです、はい、みたいな人ばっかじゃないですか。そうそう、あまあでも出てちょうどでもそういう意味では僕が入った時ってマガジン攻略軍団めちゃくちゃ強かったんですよ。僕が新人の頃ってもうあのメンツも揃ってましたし詳しいし、まあ自社のそのまあライター抱えのライターさんなんで、だからもうパッと仕事がこう浮かんできてもまずはそっちからになる。でそこからその追い越してというか顔を出して仕事を取るためには圧倒的に抜きに出てないと、うん、まあ、会社からしたらこっちは金かかんないし、でフリーに飛ばしたら金かかるしっていう環境下でずっとうーってこう目出せないってやってたんで、うん、まあ、このままじゃ食えねえなっていうのが長かったのがあれになったかもしれないですね。でもやっぱそこはその、ね、いい番組との出会い、いいディレクターとの出会いみたいなところで、はい、うん、やっぱりいいところを引き出してくれて、うん、っていうところで認知されていったっていうことだよね、うん、そうですね、まあ、やっぱ一人で何かできる、一番最初にその窓際に出させてもらった時に、はい、その時が初めて木村さんに会ったんですけど、はいはい、まあよっぽどこんだけ番組持ってるし、うん、僕ガイド読んでたん で、うん、でただテレビでっていう、うん、どんな本当に面白いんだろうな、うん、きっとっていう感じで行ったんですけど、うん、1本撮り終わって、うん、で
ありがとうございましたってディレクターさんから面白いんでちょっと本数増やさせていただきますってお礼もらった時に出来上がったのも見させてもらった時に、あ、木村さんってこう自分が面白いのはもちろんなんですけど、誰よりも長けてるのがどっか分かんないやつを面白くさせるのが長けてるんだなって。異次元のね、究極系だもんね。で、じゃあ僕面白いですって言われてそれを他でできるかってできないってことをやってるからあそこにいるんだなっていうのがその日勉強になって、おっしゃる通りです。そうそう、っていうことをいろんな人とやって勉強した時に、あ、じゃあ自分も他の人にはできないことができないとっていう、でそれは見つかるのはそれこそ市川さんとかとやらせてもらったりとかして徐々に徐々にっていう形でしたけどね。で自分もありますけど他の人が見つけてくれるパターンもありますね。そうそう、本当におっしゃる通りですね。でもさ、もともとその薬剤師さんだったんだっけ。はい、その薬剤師で仕事してたってことでしょ。仕事しました、3年弱ぐらいですね。それになんでこうライターって、ま極端な転身だよね。僕はもともとパチンコパチス、まあ、まあパチスロー、ほとんどパチスローしか打たなかったんですけど、薬剤師やってた時もそこ昼休みに大花火打ちに行くぐらい打ってて。ああ、そうなの。へえ。働きながら稼働日多分300切ったことないと思うんですよ確か。そのぐらい好きで、へもう打ちまくってる状態 で、まあ仕事1年目2年目ぐらいやっぱ薬剤師の仕事も覚えることたくさん忙しかったんですけど、で、まあ、3年目ぐらいになって、まあ、薬局長そろそろやれって言われた、偉くなってるじゃないですか。いや、まあ、偉くなってもう順調立てて軍団長みたいなことですよ。いや、まあまあまあ、まあ、薬局長薬局長やら、お前来年からやれって言われた時に、ああこれはあれだな、どうすっかな。だってレミンやれみたいなことじゃないですか。まあそうです、流れ的にからレミンなって言う、がレミンだぞお前はみたいな。レミンなりゃない、係長じゃないんですか。係長なんだってっていう時に、あ、いよいよ責任が生まれるなって思った時に一回考え直して、でちょうどその時があの4号機なくなる時だったんですけど、まあ僕はガイド好きで読んでたんですけど、ガイドのそのライターさんも随分パチスロの熱が下げて下がってきてんなと思ってて、ただまあ僕郡山市、福島県の郡山市にいたんですけど、たまたま5号機とかの状況が良くて、5号機おもれって全然打てるわって打ってたんで、でもともとその文章を書くのも苦手な意識はなくて、ブログとか実践ブログとかを書いてたんですよ。実践ブログを書いて、まあ、18時とか19時に薬局終わって、でそこから家に行って閉店まで打って、でそこから2時間ぐらいその日の稼働のブログ書いて、で寝るみたいなことをずっと繰り返してたんで、すげえちゃんとしちゃって変な言い方だけどちゃんとしてんなおい。でまあもうちょっと打ちたいなって思ってたのと、たぶんまあ学生時代と就職ってずっとつながってたんで、俺ってパチスロでもそれなりに食えんじゃないかっていうぐらい勝ってたんですよその時は。っていう思いもあったんで、いやライターの人たちが5号機諦めてるんだったら俺文章得意だし、一発ちょっと一回だけチャレンジしてみようかな、これで飯食えるんだったらっていうのがきっかけでやめました。でもさ、薬剤師ってだって給料それなりにちゃんともらえる仕事でしょ。そうですね、まあ、職種によってその伸び幅ってピンキリなんですけど、僕は調剤薬局で働いてたんで、最初はこうやっぱ他の人にもグッてもらえるんですけど、あとはまあ横並み。でも資格もいるわけじゃないですか、はい、そう。でもそれをこう捨ててなんかこうまあ寝なし草になるってまあまあ勇気いったでしょ。でもまあ免許自体は生きたままで持ってられるんで、まあもしじゃダメだったらもう一回戻るかっていう思いもありました。強えな、やっぱそういうことだよね。潰しが効くっていうのはね、いや本当に許せない、許せないですよ。こっちは潰し効かないできてるんですよ。資格も何もない高卒だから。よし、お前もすね、薬剤師なら寿司が打たれ今から潰し効かないからまだハイエナやってるんですよ。いや、ちょっと気になったのは、親御さんはどういう。いや、もう大反対でした。そうですよね。分からない。僕の親、打たないんで。で親父が、本当若い頃にお菓子取るために手で弾いて打ったことあるぐらいのところから止まってるので、まあ、パチンコパチスロが今どんな状況かって言っても伝わんねえだろうなと思って。まあ、なんで、多少その納得させるために、まあ、物書きになる、で自分がどんなものが作れるかっていうので、ポスターみたいなのをキャッチコピーつけて、あの2枚ぐらい作って、でそれをプリントアウトして、でこれ親に見せるためだけに。すげえ、すげえなおい。プレゼン。そう、プレゼン。それを
まあ、こういうものを世の中に出るここの文章を考えることとかっていうのをやってみたいんですっていうようなので作って持って帰ったんですけど、うん、それパチスロにします。いや全然全くです、その一個がその自分家の親とかその家のことですね、はい、家のことと、あと自分家のそのふるさとのことです。故郷のずるっ田舎なんで何が美味しくてっていうのをなんかその駅に貼ってあるポスターみたいな感じで作って、それ作って親に見せ説得するために、はい、すげえな。へえ、めっちゃちゃんとしてんじゃん。今それで、でもパチスロライター決まってたんですか、その時に。決まってないです、決まってないです。あ、じゃあ本当にパチンコパチスロライターやりたいけどまだ何も決まってない状態でそれを見して東京に行くっていう、はい、すごい。あ、やっぱそういうやっぱ決心だな。そうですね、腹くくってるっていうところがあるわけよ。なんか成り行きでやってもなんどうでもなんか適当にダラダラしてようじゃないっていうとかすごいな。なんか、うん、一番最初だからまあ若いしどうやってなるかも分かんない、もうずっと募集出るの待ってるしかないかって思って打ちながらあれしてたんですが、友達がちょうどデザイナーをやってたんで、うん、でそいつにその新しくオープンするカフェとか、うん、居酒屋とかのフライヤーとかポスターのキャッチコピーの仕事を最初もらってたんですよ、うん、そうなの、すごいね。ただそれが50個出して使われたら5000円とか、うん、1個5000円、はい、1個使われたらとかって、まあ、もう全然もう食ってくれるようなレベルじゃなかったんですけど、でもまあそこでこうなんか脳を鍛えられたっていうのもあるんじゃないの。そうですね、うん、顔真っ赤、こんなにやっぱ物書いたもの売って飯食ってくってこんなに方法ないんだなと思いました。え、それじゃあ雑誌で募集を見つけたのがマガジンだったの。一番最初はガイドでした。僕ガイド読者だったんで、ガイドの、秘書ガイド、パシスロ秘書ガイドの編集部員募集が出てて、はい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 、でそこに作文と、まあ、履歴書と送って、うん、送ったんや。送りました、うん、で面接まで行って、うん、で面接まで行ったんですか。はい、うん、面接に行って、うん、で面接のとこでその編集の仕事って何やるか知ってるって言われて、うんうん、でまあ、ここだ、まあ、ライターさんに原稿を飛ばしたりっていう風な話だったんで、うんまあ、僕は実はその編集じゃなくてライターがやりたい、書く側がやりたいっていう締めに出る側がやりたいんですっていうような話で、うん、ああなるほどねみたいな形になって、うん、でその返答がライターは今間に合ってるから、うんまあ、編集は今回はじゃあちょっとってまた何かあったら連絡って落ちたんですよ、そこで。あ、それで面接したのは片岡か、誰だ。片岡さんと、ほら片岡だわ。キラさんとダメだな。見る目ないっすね。見る目ないっすね。本当に。あと岩佐さんですね。ダメだな。いくら金のなる木ですよこれ。本当だよな。でも後にそれをなんか、うん、お会いした時にお話ししたら、うんうん、嘘だよ。あいつらもそうだから。そんなわけないよって言いましたけど、やっぱりパチスロ師匠前ではおごり高ぶっていた頃だ。あ、そのぐらいの時代ですか。そうだと思うよ、だって2000めちゃくちゃ売れて。そうだよ。いやでもよくよく考えると僕も何、まあ、その当時その面接の内容もざっくりしか覚えてないですけど、うんまあ、何をアピールできるかっていうことも僕もふわっとしてましたし、まあ、僕が受けててもじゃあ誰がいいですかっていう時に僕も選ばなかったかもしれないですね。原稿は一生懸命書いてちゃんと仕上げたやつだったんですけど、まあでも原石の時代だからさね、そんなアピールいきなり仕上がってないんだからできるわけもなく、え、じゃあガイド落ちて、まあそれでじゃあマガジン線出し直したと。はい、他に雑誌行ってって思って、で次がマガジンだったん でマガジンにその同じ原稿、まあ原稿作文出したのがそのあれだったんですよ。パチンコパスロを打ったことない人が、うん、僕に対して面白いんですかって聞いてきたことに対する返事の手紙を原稿にしたんですよ。またそれがまた俺だな。へー、手紙形式の原稿にしたんですけど、それが一番最後のオチが、うんまあ、高校がこうあって面白いんだけど、うん、ただ普通に言ったら負けるから最初はパチスロ必勝ガードガイドを買いに行こうねっていうオチに締めたんですけど、そこをマガジンに変えて送り直した。マガジンさん、これ面白い。でもラ
ライターとして撮るっていうことに対してマガさんの方はじゃあライターでいいよっていう。マガジンはあれがあったんですよ、オール設定バトル の、うん、視聴者って読者枠があったんですよ。あったあった。で、あのライター募集かけてたんですけど、だから多分全員あこいつそこそこ書けそうだなってやつをまずそこに呼んで、うん、で一発原あの実践させて、うん、原稿を書かせてみて、うん、そこから決めるみたいなシステムにしてる。当時はあの DVD とかついてなかったですよね。まだそういう時代の前ですもんね。うん、じゃあ純粋にその原稿を書く市場ライターっていう立場、はい、っていうことだったですよね。うん、もう大変な時期もありましたね。いや、じゃあでもこれ笑い話にしていいのかどうかすら本当は分かんないですよね。まあ正直ですけど、まあお互い様大変だったらお互い様なんで、まあねあれなんですけど、まあね。まあ、うん、若かったっていうことでしょうね。でもどっちかって言ったらそのバッチさんとのあれが終わった後ですよ、はい、なんかもうめちゃくちゃあの言い方おかしいですよ、あの変なキャラみたいになっちゃって尖り散らかしてる感じですか。そうそうそう、だからもう僕は全然事情知らないから、はいはいはい、まあ、バッチのせいだって思ってますけども。あ、なるほど、妖精化したお茶を羽を与えたのはバッチさんなんじゃないか。ここ、ね、最後に最後に羽をかけてポンって押したから、ね、今ジェットエンジン飛ばしたのが今のコメントに来てるよ。まあね、わからないでもないですけどね。でもだからゲストで来ていただいたんですよ。はい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 、そうそう、来ていただいた。なんて言えばいいんだろう、元嫁に。あ、なるほど。いつぐらいですか。そんなに最近で 3、4ヶ月前だよね。でゲストに来ていただいて、その時に今コメントに来てるようなことを全部聞いたんですよ、うん、本当に、うんうんうん、だから、うん、これバッチさんどう思ってんのかみたいなね、俺これどこまで聞いていいのかみたいな、パンツの色も答えてたやつは。そうだけど、うん、そう、そうだけどね。あ、まあ、なんていうんですかね、うん、まあそのなんだろう、僕もその、うん、ここ数年間全くその、うん、お話もしてないし、うん、あのどういう憶測で話すっていうのもあれなんですけど、はいはい、まあ才能がいろんな方面に持ってる方だと思うので、うん、はいはい、ただまあその代わり、まあ、僕と一緒にいた頃っていうか、うん、当時はまたもう、まあ、引き換えというか危うさを持っているというか、不安定というかね、まあそればっかりは行ったきたかだからしょうがないのかなとは思うんですけど、なんでそこをねうまく自分で乗りこなせるというかようになって、もう一人ね、そういうその大人のそのこう管理っていう人が会社なり、それこそプライベートであり誰かいたら、もっとすごくそんななんか必要のないあの誇りというか炎上というか、そういうのもなくやれるんじゃないかなって思いますけどね。だからあれですよね、バッチさんがその薬剤師の知識でね、はい、薬漬けにしちゃえばよかったんですよね。なるほど、逆にね、薬漬けにしちゃえばよかったんですよね。そう、でもなんかね、あの最近やっぱこう落ち着いてられるというか、はい、こういやもうその何があっても動じないなんか図太さみたいなものを最近多分もう育成、うんうん、されてると思うんで、はいはい、いい意味で吹っ切れた、ね、あ、そうそうそう、吹っ切れてる、吹っ切れてる、だ安心感が比較的あるかな、うん、だってこの番組出てた時に、うん、で有料になったらブロックしてる人数とミュートしてる人数言いますとかってツイッターみたいなの言いましたよ。すごかったんでね、うん、なんかあの俺2ヶ月か3ヶ月ぐらい飲んだんですよ、うん、あ、そうなんですか。そう、あのでその時にいきなりなんかあの DMM の小崎くんから飲みに来ないとか言われて、はい、行ったらいて、ああそうなのみたいになっちゃって、はいはい、で結局夜中にわーって飲んでたんだけど、はい、いやもうすごい調子よく、はい、機嫌よく、あの変にならずすごい楽しく飲んで、あ、いい人だなって。そうまでほらどこうゲストで来てもらったりとか、仕事上で現場でちょっとってのあったけど、うん、これちょそういう話をしたことないけど、はいはいはい、やっぱほら、ちょっといろいろ怖かったらどうしようみたいなあるわけ。変な噂先行しちゃう。そう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 、なるほど、そうなんですよ。だから今出たそのバーベキュー事件とかいろいろ、いろいろああいうのも全部変な方が先行しちゃってるから、そうなんです、会ったことないけど怖いみたいな。実際と普通でしたもんね。そうそう、お会いしたらすごいで楽しいお酒の人で、カラオケめっちゃ歌ってくれるし、楽しいなって思っていい子だなってなっても、うんうん、今印象すごくいいんで、バッチさんの中の印象は知らないですけどね。まあ、なんて言うんでしょうね。僕は、まあ、なんて言うんでしょうね、しか言えないよね。そうですね、それはそうですよね。だからあの一番一
番はやっぱあの同じ業界でこうでどうのこうでメディアに出てる人だから、うん、言わなきゃよかったなって思いますよね、うん、そういう、うん、だからその今ねあの虎松さんと平沢さんみたいな、うん、分かりやすくライター同士みたいな、はい、あれだから何かあった時にまた面倒くさい同じ業界で仕事してるからと思いますね。そうだね、うん、それもエンタメにしてくれりゃいいですけどね。そうそうそう、だからあの、まあ、僕がそのじゃあこれからちょっとそういう風に考えようかなみたいな同業者の方がいるんだったら、うんうん、あの牛尾さんぐらいいけるんだったら行ったらいいっていう、はい、本当にっていう風に思います。あのカラッとしてますし、すごい非常にあれの場合両方でネタにしてますからね。そうそうそう、あの形が最強だと思う、最強だけどまあ相当ずぶとくないってあれだと思いますよ。あれすごいですね。まあじゃあ今まあ接点は特にないけど、まあ、変に、はい、あのふざけんなよみたいなものもなく、はい、じゃあ現場でばったり会ったりすることも痕跡があったり一緒に仕事することもあるかな、うん、どうなんでしょうね。それはやりづらい。そうですね、だってちょっと想像つかないですね。分かんないですけど仕事になっちゃったらだってオープニングで絶対お互いなんかあるじゃないですか。お二方もだからプロだから分かんないですけど普通にいないところで聞いててこのノリなんだからいて何かとかもう編集かませないと絶対無理じゃないですか。だってオープニングで説明しなきゃいけないですよ。うっとってなっちゃうんで、まあ、うん、あ、まあ、そんなってね。ここ、日がひっくり返すこと言葉選んで。そうね、まあ、そういう経験だって、まあ、こう喋ってネタにしていただけるんで、まあまあ、ね、わだかまりももうなくね、やれてるとしたら本当にいいことになると思いますけど、自分があれなんかもしかしてすごい知名度があるかもとか、はい、知ってる人がすごい自分のことを知ってる人が多いんじゃないかなとか自覚し始める頃ってあるじゃないですか。あ、はいはいはい、そう言ってこう番組とかやるのにどれぐらい経ってからですか。どうだろう、その MC とかをいただき始めて、あ、地上波とかね、うん、2年ぐらいはでも何の実感もなかったですけどね。現場も初めてのとこも多かったですし、はいはい、でやっぱり最初ってあの呼んでいただいて、うん、ゲストでっていうやつばっかりじゃないですか、うん、で自分の番組っていうのが何個かでき始めて、うん、でそこに遊びに来てくれる人とか、うんうんうん、あとはそれこそ新幹線の中だったりあのホール以外で話しかけられるようになったりだとか、そこ時にあ俺意外と知られてるってなるよね。そんなになんだっては、はい、なりました、ね、そうなんですよね、はい、こうパチンコ外で声かけることが目立つようになってくると、うん、あ、ちょっと気をつけなきゃっていうのを同時にあるよね、うん、それきっかけってやっぱ YouTube 始まってからのが多いですかっていう気はしますね。はい、時代の流れとして、僕もなんかそう思う。なんか YouTube ですごいなんか今まで見てない人が見て、そういう人たちは声かける率が高い気がする。CS 番組とは違う感じの。だから僕その一通りそのあの CS 放送っていうんですか、うんうん、とこに顔出させてもらって、うん、で市川さんとのそのなすがままいて番組は YouTube だったんですよ、はい、あ、はいはい、で一番最初まだそんなに今ほど無料でパチンコパスの番組が見れるっていう環境じゃなかったので、うん、俺これ今こんだけ有料放送に仕事もらってる身分で、うん、無料のとこに自分で出てくってこっちの価値を自分で下げに行く行為になるんじゃないかっていうふうにちょっと悩んで、でその時たまたまモンドさんの仕事で木村さんと一緒だったんで、はい、うんうん、一回相談したんですよね、うん、これって僕は無料動画っていう風に今からもしかしたら時代が移行していくかもしれないですけど、うんうん、このタイミングでレギュラーをそっちで持つ、うん、定期的にそっちで自分の姿を晒すっていうのはどう思いますかっていう風な話をしたら、まあ時代の流れもそうだし、うん、でいろんなところに一個ずつ顔を出して、で自分の中であの差をつけれるんだったらいいんじゃない、うん、っていう話をしてもらったのを未だに覚えてますね、最初、まあ、良きとこにアドバイスをもらいに行ったね、うん、あの人やっぱすごい、あの人ものすごい俯瞰力があるって、うん、やっぱその自分のポジションのみならず周りの同業者のポジションみたいなのも全部考えてるで立ち回る人じゃないですか、うん、はいはい、そうそう、だからすごくいいところに想像したなと思います。それはでもやっぱり YouTube 始めてからやっぱ見る人の層がぐっと広がるからね。いや変わりましたね、うん、本当、まあ、ぐっと若くなったっていう。そうそうそう、はい、そこでその若い人になんていうの、あ、この人面白いとかすごいとかって思われるのがうらやましいっていうか、
俺の場合ジジイ帰れよみたいなことしか言われないそれはそういうことでやってるからじゃん。違う、俺はそんなことはない。若い人にすごいって言われたいんだけどなんだこいつやみたいなばっかりですよ本当に。いやでも、うん、年齢のその差っていうんですか、うん、自分のことを支持してくれる年齢の差でいうと、はい、僕もでもまだ感じますよ。例えば寺井だったり伊佐丸くんとかの子たちと一緒にやったりすると、うん、それはまだ感じますね。完全にこう2世代ぐらい下だもん年齢でいうと。そうですね。10ぐらい違うでしょ。僕がそうです、ぴったり10違います。10違うよね。はい、寺あたりが30ぐらいだっけ。今年30になるんですか。ああ、そうなんですよ。で寺あですらなんか最近ちょっと30になってもう年を取ったみたいなことあいつら言い始めてるからさで多分もう20代の前半のまだチャキチャキのまだよく分かってないけど勢いだけあるような人たちがどんどん伸びてきてるわけじゃないですか。そう、そういう中でこうね、結果的に長くいたら大御所みたいなこと言われるけど、同時に若いやつからすると老害だのお前がなんか若手の邪魔をしてるだのすごい言われるんで、あれまあまあダメージだけど、まあそういうそのバッチお前対象だみたいな言われないです若い子まだ。あーどうすかね、僕は意外と、うん、そのまあ寺井くんとか、うん、それこそまあ磯丸くんとは動画をやったことないか、うんうん、彼らが、まあ、自分一人でやるスタイルじゃないですか、うん、はい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 、はい、で最初はまあ僕から見てですけど、うん、その人と一緒にやるっていうのが苦手そうだったんですよ、うん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 、でたまたまその時に僕はその CS とかでまあいろんな人と絡むっていうのを、はい、やらせてもらってたんで、うん、で YouTube に出たのも早かったっていうのもあって、うんうん、組み合わせとして何個か出るってタイミングがあったんですけど、うん、それがあったんで、うん、食い合わせというか噛み合わせは僕は良かったですね、はい、たまんまさんはね好感度高いんだよな。表情とか多分ねそのだってモテるでしょ。だってめちゃくちゃもやってるでしょ。めちゃくちゃモテないんですよ。めちゃくちゃやってるでしょ。これねこのもう本気で本音で本音で話せだから人数全部いる本音で話せだから本当にちゃんと言うんですけど、うん、モテる対象は多くないんですよ。だからすごいいろんな人にモテはしないんですよ。一部熱狂的にバッチがタイプみたいな人、僕の友達がもうずっと言うんですけど、うん、お前は全員にはモテないけど、うん、美人にモテるよなって言われるんですよ。はあ、だからそれは得してんなと。それは得してんなとそれは得してんなと思います。確かにそれは、うん、その他大勢は別に言わない、そんな美人にモテればそれでいいじゃないですか。それだから、それは、それはモテるとは違うんです。多分自慢すら今ちょっとリアクションできなくなりそうになったな。それそれ一瞬シーンってなりかけたわ今びっくりしましたよ、ね、別に万人にもないですよ。美人にモテるんですよ。うめえいやそんなことないですよ。いやでもいいことですよ。いやモテないとダメだ結局ね。人気って人に好かれるかどうかなんで、そう、それは男の人から支持されるけど、やっぱ女の人にそれは持ってった方がね嬉しいわけだし。でも僕は多分男性の方が圧倒的に多いですよ。話しかけてくれるって。あ、まあ、そもそものパイが男性の方が多いから、まあそれは仕方ないですよね、うんうん、業界のこと考えたら、うんうん、まあそれでもそれを加味しても、うん、はい、へと思います。だからそラブレターとかファンレター的なのもらったり男性からですか。いや男性、女性からですいやいや、ないないない、よくそんな。今一人見離婚してからは、はい、まあその彼女がいるいないはちょっとそれは別にいいんだけど、はい、結婚はしてないわけですよね。してないです、うん、ちょっとやりたい方だよ。いやいやって言うんですけど、ね、美人とって言う、あ、違う違う、白髪行く各都道府県にいるんじゃないですか。だからそれがだからその、うん、そのモテるっていうのが、うん、なんていうんですか、その言い寄って遊びたいっていうモテ方じゃないんですよ、はい。真剣交渉、真剣交渉、お付き合いしませんかっていう。だ僕は、うん、もうもちろんそういう形、僕男子校なんで。ほう、ああそうなんだ。だあんまりその、うん、女性と遊ぶみたいな青春がなかったんで、友達も男しかいないですし、うんうんうん、もう女の子とじゃあ2人でご飯行くってなったら、うん、それはもう真剣に交際を考えてのことだよねって僕が認識してるから、そういうのが生まれないんですよ。そもそも、はい、今日ワンナイトで行っちゃおうみたいな。そうない。だからそれはモテる人たちがやっ
ってるっていうイメージなんで僕の中で。いや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 、いくらでもできますよ。いやいやいや、紹介しましょうか。いやいや、やだやだ、まあ、今最近に紹介で言ってたら、まあ、お昼おかずあとはすぐ声かけられそうなのは、まあ、あと、うん、もうとにかくあとなるのが、僕はもうめんどくさいのが嫌いなんですよ。懲りてるから。そう、か、懲りてるから。僕先考えちゃう。まあ、ちゃんよくないそっちのめんどくさいっていうのは、あと、はい、後処理っていうんですか、うんうん、だからパーッと、大崎さんとかパーッと飲むときは飲むじゃないですか、うんうんうん、僕はそれがあんまできないんですよね。なんでかというと、ーパーッとやったときに、うん、明日めんどくさそうってすぐ考えちゃうんで、だベロベロになって人のツイートうるせえバカとはできない、できないできないタイプ。明日のこと考えちゃう。できないタイプ。後のこと考えちゃ う, からう。そう、おっかなびっくりだっていうか、だから ある意味その破天荒を貫けるっていう男の人は、僕の中ではすごい、その江戸っ子じゃないけどかっこいいなっていう感じがしますね。でもだんだんやっぱりもうほら、あのポジションができて、でやっぱりもうバッチを脅かすようなこうキャラクターの子って今もう、まあ、若い世代まだいないわけで、そうなってくるともうね、唯一無二になったらこれはね、もうやられたほうだ。新人ライターはね、新人女性ライター端からね、触らせてごらん、スターにしてあげる端から。いやでもそう本当にね、びっくりするとか、そのやっぱまああのこんなあれじゃないですか、だから本当に何て言うんですか、別に願望もそんなに大きくないですし、女性と遊びたいとかっていうのももちろんもともとそんなに多く持ち合わせてるわけでもないですし、もう前科とかも全くないんですけど、たまたま一発真面目交際したところがそこだったから、もう何ですか、もうあいつは前科ありで見られてるんですよ。はそういう目で。だそれはね、もう、うん、まあ、これはもう自らが撒いた種だから、うん、いや女性と共演するたびに、うん、ああ出た、ね、もう狙ってるとっていうのがつくのは、はい、バッチさんの名誉のために僕はね、あの見たこと言いますけど、収録現場があって、そこはあのガイドライターさんがいるところに収録関係ないバッチさん来たんですよ。意味わかんないですよ、収録でも何でもない一人でバッチさん来て、で、あのそこに来た人たちが要はそのバッチさんの当時 の, そのと結婚がどうのこうの時のその式とかに来てくれた人たちの、あの謝りに、そういうことになったんでっていうのを。え、真面目か。だわざ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 知らない現場で謝りに来て、で実際にそこにいた人たちは、うん、まあまあまあいろいろあるよみたいな感じになるじゃないですか、うん、でも俺全然関係ないから、うん、ん何どうしたどうしたまあ、なんかすいませんみたいな、謝ったけどあれ例のやつみたいなでわざわざ関係ない、だ筋通しに来たわけですよ、その来てくれた方々に、ね、ご迷惑おかけしました、サーブしましたからねって。だから、まあ、あ、男気めっちゃあるなって思いましたよ。いや、そうです、すごいちゃん、やっぱちゃん、なんか、ほら、やっぱ仕事薬剤師で、しかも何、薬局長になろうとする人だったわけで、やっぱちゃんとしてるよね。それはでもね、今の仕事の上では、それがすごい大事な役割を果たしてるかもしれない。チャラいとか雑いとかの主なみたいなやついっぱいいるわけじゃないですか。雑極まりないみたいな。そんなにいないんですけど。木山とかもうあの野生児みたいな動物みたいな人がたくさんいる中だから、やっぱりちゃんとできて、ちゃんとその人としての礼節もあり、パチンコパチスロもしきり、いやそれはまあ仕事できるわね、明るいキャラでね。お金の件でお前適当に儲けやがってやみたいな、そうやっかみ的なものってどれぐらい来る、そんな来ないの？まあ、正直、まあ、似たようなものもらうのは、まあ、僕ボートの仕事もさせてもらってるんで、まあ、ボートで負けて、まあ、どうせギャラでやってんだろうみたいなのが出てるんだから、でもそれしょうがねえじゃんボートの場合は、はい、で、まあ、そういうのも見たりとか、まあ、パチンコパチスロではさすがにないですけど、まあ、僕は比較的あのいただくためにやってますって胸張って言うタイプ。いや、そう、そこ大事よね、はいはい、綺麗事言っちゃったって、結局ね仕事でこっちもやってるわけだからさ、でそこイメージですよね、うん、そうだからあの絶対バッチさんよりもらってないようなその女性ライターさんとかで、うん、ちょっと負けたツイートするだけでギャラでやってるくせにとかでめちゃくちゃ戦いたりするじゃないですか、うん、まあ、あの言ってるスタンスとかだと思うんですよね、うん、僕だから本当あんまりその、あの声に
こういうところでは言わないようにしてるんですけど、うん、まあ僕がのあのパチンコパチスロ盛り上げたいっていうやつが一番嫌いなんですよ。あーいいねー頼んでねえよっていう話で、うん、そんな即レしないでください、やめてください本当に。いやだから僕何対してもそうじゃないですか、パチンコパチスロ側は俺らに頼んでねえよって言ってで、そのいきなり出てきていきなり出てきてっていう、まあなんていうんですか、大義名分っていうのか、誰かのためにみたいな雰囲気をこう大きく掲げるのが僕はもうすごく嫌で、僕はもう、ね、はい、お金もらうためにで勝ちたいし、ただ正々堂々とやりますよっていうだけで、だからそれが最初から僕はないし、もういやもうそれでいいんだよ、その、はい、ってなんかパチンコパチスロ盛り上げたいって、いや盛り上がって私が美味しく楽に仕事をもらうために盛り上げたいじゃないですか、うん、はい、言ってるんだったらいいと思う。そうそう、言ったらそこははしょって言う、はい、な、はい、ないくなっちゃってるよ本音の部分が、だから嫌われんだよね、ユーザーのためにとかっていう、うんうん、まあユーザーのためにっていう、おめえの思いユーザーの定義をここで言ってみろ、まあ、ってなるわけ、ってなっちゃう、うん、分かる分かる、結果ユーザーのためになるっていうのがかっこいいと思うんですよ、もちろん、はい、ただそれをねやるこうバサッとこう振られちゃうと、うんうん、結局まあその具体的なことが何にもないから、大きに主語を大きくしてやってる感を出すしかないっていう人たちが使う言葉だからね、うん、だってユーザーのために、うん、業界のためにって言ってお前が毎日設定録積もってんの何みたいな話じゃないですか。そうそう、うん、じゃあまずお前年間の200万負けてから言えってそ, そしたら確かにあの業界のために、はい、ユーザーのためになってる。俺もコラムでも書きましたけど、対ホールだから、俺がホールからお金を取るために仕事、ね、普段やってるから敵だからって思ってます。そうね、うん、そうですよ。まあだからそこら辺は自信持ってやってるかどうかね、自信があったら別に何言われても平気だけど、ないからなんか変に業界のためにみたいなこと言っちゃうわけで、そうそう、だからやっぱ自分の仕事は自分はこういうために仕事をして、もちろんいや当たり前自分が食うため、はい、で自分が食うためだけど、別にそれは業界やエンドユーザーを踏み台にして食おうと思ってね、うんうんうん、僕は儲かるけど同時に皆さんも何か利があるように自分やってるから何が悪いんですかって言えるのが一番いい形だからね、はい、そうそう、だから多分そのボートのやっかみみたいなそのコメントもそうですけど、うん、仕事をもらってその人がやってることに対してギャラもらってんだろうって文句言うのは筋違いで、そうそうそうとりあえずそうなんだ、だから文句もしそれで言いたいんだったら仕事をあげた人に言うべきだよ、ね、あ, あいつのギャラもらってるくせに負けてピーピー言ってんですけどって文句は本人じゃなくて上の人に言ったらっていうのがもう当たり前の話、まあ、そうそうそう、っていうかギャラもらったんだったらボートの番組出てねえっていう話になるわけだからな、そうそうそう、そうなんですよ。だからね、結構最初あったじゃないですか、うん、そのボートに行ってお前パチンコを捨ててボートにみたいな、別に捨てたとかじゃなくてパチンコ側の仕事がもらえなくてボートの仕事もらえたらそれは仕事するからっていうのが全然伝わんなかったっすよね、うん、最初の時、うん、いやだからやっぱりもう本当にさっきも言ったけどパチンコパスを打ってる人と演者やメディアでやってる人って割と紙一重だから、うんうん、やっぱ自分例えばイチローにてめえお前バット打ってるだけで何億円もらえばって言う人いないじゃん、うん、そうですね、そうですね、それやっぱすげえ無理ってなるからだけど、なんかいや俺こんなこと判別できるしって思ってる人ってたくさんいるから思っちゃうんだけど、仕事として継続的に金もらうにはたまさか一回ラッキーで何かあったぐらいじゃ続かないわけだからね、維持するためにいろんなことを努力をしてるんだからさ、そこを見えないまま簡単だって言われたらまあちょっと違うよって思っちゃうね。一時言われませんでしたホールで僕演者やりたいんですけど的な話、めっちゃ超いただいてました、超あったよ、そういう時どうするんですか、え、やればって言うけど僕もそうですねあの方法はいろいろあるからそうそうチャレンジしてみるのはありだと思うよって、そうそう、俺なんか地方行った時に言われて、うん、東京出ようと思ってって言われて、うん、いや、え、なんか決まってんの心配じゃないですかって、うん、いやいや、東京行ってやってやろうと思ってそのライター、うん、いやでも今の時代だったら別に地元でもできると思うしね、その家でやれば、あの家でね、それ君の東京に出るっていう覚悟は分かんだけど、彼女と、ね、いつも彼女と一緒に来てるけど彼女は捨てていくのどうすんのみたいな、あれどうしていいのか分かんないですよあれ、いやもうよし挑戦しなよっていう、まあ痛い目見るのも人生経験だと思いますしっていう、だからああいうの本当怖いんですよね、うん、なんかその人の人生かかってんじゃねえかって思うと、うんうん、そんぐらいでいいんですね、まあ、いやいいと思う、うん、だって僕が逆にじゃあその例えばやる側だとしても、うん、でそれで誰かに言われてまあやめるぐらい考え直すぐらいだったらやめた方がもいいんだし、うん、はい、
やってみなきゃ納得いかないっていう人が世の中いると思うんで、うん、いやそれ本当にやっぱ YouTube で今からできるんで、うん、それはやっぱやろうとする可能性を形にするチャンスっていうのはね以前よりはるかに広がってるわけだからさ、はい、いや本当にやればいいし、うん、どんどん新しいの出てきてほしい。実際やっぱり出てきてるじゃん。それはまあおっぱい系とかに偏ってる側面もあるけど、うん、新しいその演者像みたいなのがどんどん増えてきてるから、はいはいはい、いややっぱりねやる気があってアイデアがあって、うん、その、ね、秋山みたいに今までポジションが誰もやってないところにハマればビッグチャンスの時代ではありますよね、うんうん、で1個だけあれじゃないですか、その、うん入ってくる前にルールだけ勉強してから入ってきてほしいはありますね。そのなんか知らないで入ってきてめちゃくちゃ、ね、あまあありますね、うん、その一発で業界全部の規制変わっちゃったらどうすんのみたいな、まあ、まあそういうのはある。そう、そういうとこはまああのねやっぱ業界の枠組みの中でお金をもらうっていう、それは業界のルールは守ってもらわなきゃいけないっていうことがある。それすごい多いなって思うんですよね、うん、っていうバッチさんにね、はい、こうまあパチロじゃないですか、はい、で6号機いよいよですよ、はい、で6号機マジでシャレになんねえスロセン無理みたいになってんじゃないですか、うんうんうん、どうすりゃいいと思います。まあ正直その機械の方向に関しては、うん、あのまあ僕らが口出せる内容でもないですし、口出しても何もね結構変わんないしね、はい、そうでまあリクエストというかもうちょっとこうなったらいいのになっていういろんなこの思いというかあれはあるんですけど、うんうんうん、まあ結構かまあ、僕はもう待つしかないと思いますよ、打ち手としては。でただ実際打つと出来のいい機械、うんまあ、出来のいい6号機しんどい6号機っていろいろあるんで、うんまあ、本当に好きだったら打てばあるとは思うんですけど、うん、店を探すのにちょっと苦労するかもなとは思いますね、うん、この先パチンコにどうしても寄っていくでしょうし、うん、その新しくじゃあコインレスにしようとかっていうのに伴ってパチンコ増やすっていうお店さんも増えるのかなっていう気もするので、うんうん、これだから分かりやすいのじゃあアラジン A2 が5000台じゃないですか、うん、はいはい、だから今の日本のホールじゃあ、まあ、7000としたって、うん、1店舗に1台ずつ全部行き届かない中で、うん、じゃあ入った何台島とかで入ったホールが2000だとして2000のうちちゃんと設定使ってくれるホール何件あんの、うん、そこで初めていい台打って面白いか面白くないかになったりするじゃないですか、うんうん、それこそ銭形を結構、まあ、動画でも打たせてもらって、はいうんでまあ、こんなとこが斬新 で、うん、で1200枚出してもここで有利感切れるからまた1200枚出してもいいんだよっていうシステム積んでるんですっていうのを結構ちょっと何本も取ったんですけど、うんはいはい、ただやっぱコメントとかを見させてもらうと、うんうん、ないと。いやそうなんだ、銭形がちょうど5000台ぐらいなんですよ、はい、であでも1台しかないとか、はい、あのまあ島でないと確かに1に見えちゃうかっていう思いも分かりますし、じゃあその辺をね難しいところだなとは思うんですけど、ね、まあ銭形バラエティーしかないってそうですよ、そうなんですよね、うん、であとはだから僕はもうその設定云々でいうと、うん、もうちょっと希望としてはあの試作待ちの台がちょっともう多すぎると思います、はい、やっぱそうでしょ。僕はもう当たって、うん、当たりが終わった画面チェックして設定推測するっていうのでは、うん、パスの面白さの6割ぐらいまでしか味わえないと思うので、はいはいうん、でどういう挙動をしていいかも悪いかもっていう探って、はいはい、それが当たんなくてもいいんですよ、うん、それをやらせてくれるような環境にできるまでなんとかねとは思いますけど、うん、そう示唆がないと打たないっていう若い子いて多いですね。やっぱそれちょっと違うよねって僕ら思うんだけど、うん、多分この感覚って古いのかなって気もするんすよ。どうなんすかね、今の機種のせいですよね多分。あ、うん、今日僕昼間収録だったんですけど、あ、まあ、まあよくあるあのツイッター系のさらし系で複数、うん、その前代系がある系の収録行ったホールがそうだったんですよ、うん、ちょっと強い日なのかどうか、うん、それで、うん、わーこれ早なしづらいだって僕はただそう思ってたんですけど、うん、昼過ぎぐらいに、まどかの前後編の島行ったら、うん、2台勝ち盛りがあって、うんうん、残り4台全休憩なんですよ、うんうんうん、要は並びで入って島で入ってるから、うん、この2台が出て、まあ、出てるは出てるんですよ、うん、出ててもう確定出たら多分動こうみたいな、もう、そんな設定推測ありますって話なんですよ。でもそれが今当たり前じゃん。そうですね、まあ、そうなってるのがだって面白かったら打つし出りゃ打つわけじゃないですか。もう高設定じゃないと面白くないじゃなくて金儲けするために来てるから、
ここで示唆が出ればこの4台外して全員打つけどみたいな感じになっちゃってるのがやっぱ怖いですね。そこは僕もうちょっと足並み揃えてその辺どうにかしてあげてもいいんじゃないかなと。メーカー感でってこと、はい、あそうですね、例えばですけど、うん、山さんの筋肉マンの時代って山さんの時代すごい上手かったんですけど、あれ6だけ別格の動きしてたじゃないですか、はい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 、あれって示唆要素一切なかったのに、はいはいはい、あの島の生まれ方してたんで、はいはいはい、あのぐらいちゃんと打ってあの挙動6じゃねっていう時間があれば、うん、あの遊戯性もうちょっと変わると思うんですよ、ね、うん、もう別に何で当たろうがどんだけハマろうが確定出るかどうかだけ見てるっていうのだとちょっともったいないなって思うようになったのは、うん、千葉リオが東海町でバッコシ動いてるんで、うん、球が出る台で、うん、設定が分かんなくても、うん、分かんないなりにいい台なんじゃないって言ってる人たちの方が打ってくれる、うん、そういうことね、っていうヒントが今出てると思うんで、うん、もうちょっとバランス取れるんじゃないかなって思いますけど、あのさ機械がやっぱりまあでも6号機になるとポテンシャル落ちるわけで、うん、まあそれをこうなんとか帳消しにするためにこうイベント打ってくるお店多いじゃないですか、はいはい、でやっぱ今の特にパチスロ打ちの若い方ってイベントしか行かない、あ、はいはい、でそのそれこそもうあの4とか価値がない6じゃないとみたいな、うんうんうん、でまあ結果的にそういうイベントを回れる行動力のあるうまい子と、うん、一般ユーザーさんとの間にすごいこう差ができてきたんで、はいはい、で一般ユーザーさんはその若い子たちがこすって投げちゃった台はもう絶対入ってないんだろみたいなって打たないみたいな、うんうん、悪循環生まれてますよね、はい、その今のイベント、パチスロの出玉イベントのあり方みたいなどう思います？僕はそのもう使い方次第かなっては思うんですけど、うんうんうん、あのたまたまちょうどちょっと前に僕下見してあの携帯使わずに立ち回るっていうソロの番組始めたんです。あの入店と同時に携帯を預けて、はい、予習した内容と下見した内容とあの覚えてる設定推測だけで戦うっていうやつを始めたんですけど、それをやっぱ4回5回収録させてもらって思ったのは、あの中間設定で、うん、あのぼんやりさせて長く楽しませるっていう営業方針のホールさんもいる。あ、はい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 、イベント強く打たずに、うん、はいはい、だこれはこれでやり方だから、そういう時ってこう時間によってあれ良さそうだけど今度はこっちが良さそうみたいな感じになって、僕らみたいなところ見るとあ多分3か4がバーってなるんだ、はいはいはい、でも打ってる方々は、うん、あよくこれいいかもって打てる環境には仕上がってるし、甘く使ってることも事実なんで、まあそのお店さんの目指す理想の形に向かっていけばいいんだろうなっては思うんですけど、もうちょっと普通に働いてる人にチャンスある環境の方に寄ってくれた方がいいかなっては思いますね。そうね、今やっぱ本当にこう普通に働いてて夕方から打とうったらもうジャグラーでデータ上がってるのを打つぐらいしかないみたいな状況になってるじゃないですか、うん、あとハイエナしかないですから、ね、そうそうそう、おっしゃる通りで、なんか飛び込んでて適当にじゃあ1枚入れよって言ったらもう負けるの確定みたいなことになっちゃうね。だってゼロやめの6号機しかないですからね、言ったら。そうなんですよね。そうだからまああのね、千葉リオが情報をあまり出さずに人気になってる、はい、だからちょっと情報が出すぎなような気もしなくもないな、最近思ってるんですよ。そうですね、もうちょっと絞っていいんじゃないのみたいな、はい、リオなんか逆に出すぎちゃって炎上しちゃったんで、そうなんか黙っといてもいいのかなって最近はね、もう一周して思うのよ、うん、僕らも、うん、そのじゃあ分かんないなら分かんないなりに勝つ方法を探すために打ってきたみたいなところもあるんで、ね、それがゲーム性です、はい、そう、それが面白いところだね、はい、うん、千葉リオなんて構成ってかどうかなんて未だに分かんなくて、あそこがただ楽しくて打ってるんですよね。でみんながこういう台の方がいいんじゃないかとか、うん、でこういう台が出るっていうことを探りながら打ってるんですけど、うん、まあ、結果として、まあ、必要な条件としてやっぱりある程度の出玉が出るってことなんですけど、うんうんうん、そうね、だから今まあ割とこう焦っちゃってとにかくイベント打ってこうせってありますよ、うん、公約みたいな、うんうん、とりあえず目先のお客さん集めたい、うん、はい、でも集まってきてんのは本当に専業なりこう、うん、プロ系の人で、そういうことがない日には一切来ないっていう人だけがこう稼働を上げてるみたいな状況になってて、これ得してるないよね、一般のお客さんもお店さんもってなっちゃってるよね、はい、なら今コメント来た6号機はロマンが全くないっていうのはもうそれ仕方ないですよね、2400枚が決まっている以上。そうだ、そうです、うん、でもにだから千葉リオとかで言えば2400枚出た後にまたすぐ2400枚出る可能性があるっていうのが、うん、一つまあ6号機のロマンですよね、そうそうそう、今のやり方は。それがまあ千葉の良かったところなんで、他の機種とかもそうですけど、終わってすぐ当たってもう一回行ける可能性がある機種っていうのが今ちょっと、うんうん、そうですよね、うん、その実際あのまあディオ、沖縄ディオとかに関しても、うん、その
強高挙動の台を打つと、まあ、1000枚、まあ、2000枚弱出てすぐ、うん、それこそ32ゲーム以内とかにポンと当てたやつが、うん、あれこれ天国じゃねえわって有力化終わんなかったわってなって、で次のやつとかを引っ張ってきたりとかしてつながってみたいなことが起こるんですけど、はい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 、ただ頭に僕導入日の初日に打ったんですけど、うん、初めて天国入れるのに5万かかったんですよ、うん、まあ、2000の天井行ったってことですか、引き悪くて、そうそうそう、はい、そこまでかかったんですけどで実際そういうことが起こるって、まあ僕らぐらい打ってれば分かるじゃないですか、うん、起こるって分かってるんだけど、うん、一発じゃ届かないっていう事実が重いんですよね、うん、重いね。で初期のその置き時ずっと打ってたんで、その2500枚初代置き時だって出ることなんてそんなない、うん、ないない、まあないんですけど、うん、ただ0か1かだけで、うん、こんなに違うんだ、この1枚がこの1枚を入れるテンションが変わるんだよなっていうのはやっぱ実感しますよね。初代置き時だったら10入れたって返ってくる可能性はゼロじゃないって思える、打てますからね、まあ、だからその辺はもちろんスペックバランス、うん、まあ絶対飛ばないことはないじゃないですか、うん、今のデュオは、うん、っていうのでバランスは取ってるんですけど、そこももうちょっと克服できたらなって思いますけど、ね、そうだから実際6号機一色になったらパチスロを打つ頻度が下がる人って結構いると思うんですよ、はいはい、でまあバッチ君の立場だとやっぱほらパチスロそれこそ盛り上げなきゃいけないわけじゃないですか、盛り上げ旗振んないとパチスロ盛り上げ私がと、何をしていきますいや僕はその、まあ、できることって限られてると思ってて、うん、でまあ、パチンコがこれだけ実際威力のあるスペックが出てるっていうのを、うん、はい、まあ、変に並ぼうっていうのはもう無理な話ですし、はいはいはい、そうだね、で、うん、実際に2021年振り返ってみると僕今までだったらパチンコをお仕事で打つのって年に数えるほどだったんですよ、うん、2回3回って、うん、でまあすごく増えて10、まあ、20% ぐらいにはなったかな、めちゃくちゃ増えてる、めちゃくちゃ増えました、はい、それはもちろん一人の時は打てないですけど、うん、例えば青山亮ちゃんとかちょっと詳しい方がいる時に一緒にパチンコを打つとか、うん、あとはもう出玉競争のやつですよね、うん、パチスロじゃもう間に合わないけど、ね、パチンコが1時間でっていうやつでやっぱ機会が圧倒的に増えたんですけど、うん、まあパチンコじゃできないことがパチスロにはまだあると思うので、絶対当たるじゃないですかパチスロって、はいはい、パチンコ打ってて僕一番悲しいのが当たり引けずに帰るってあるじゃないですか、パチンコの分母だと、はいはい、でそれに関してはパチスロは納得いくとこまでは打てるし、はいはいはい、で有力感あるっつって有力感じゃ一緒行くかっていう区切りもつけやすいですし、はい、うん、まあ、遊び方としてはまだパチスロの色は残ってますし、で、うん、ノーマルタイプもまだ残ってるし、うん、で新しいスペックもあるんで、まあ朝例えばオキドキとそのチバリオもそうですけど、うん、朝は何か利点があったりっていうところは素直に、うん、今はパチスロ打った方がいいね、うん、僕の知識だったらっていうのを素直に打っていくしかないかなっていう、うん、で変に出玉勝負してるのにすごい差をつけられて、いや僕はパチスロライターだからパチスロで、うん、っていうのはあまりにもわざとらしい、うんうん、それはそれでまたね、はい、違うよねって思うよね、もう勝ちたいんだったら僕パチンコしかひっくり返せないからパチンコ行くよっていう、素直にやるしかないかなとは思いますかね、うん、そうね、だから、まあ、変に力んだり考えすぎても、まあ、結局どうしようもないもんね、はい、機械は降りてくるの待つだけ、はい、イベントだってもお店がやりたいってしょうがないよねってなっちゃうわけだからね、そうなんですよね、まあ、正直その店に行って、まあ、ある機械を打って、うん、で思ってるやり方と受けたやり方で自分が正直にやって、もしそれがその見てる方とか、うん、まあ、お仕事関連の方々に受け入れられないんだったら、それはそこまでかなって思う、うん、あ、はいはいはい、そう、確かにそういう達観も必要かもしれないですね、うん、そう、自分もこれしかできないし、これダメだったら申し訳ねっていうかね、うんうん、自分の限界かもっていう、そういう考え方も必要かもしれない、うん、だって正解わかんない、全業界人わからないんだから、うんうん、そう、まあだから今まあ超過渡期なんでね、うん、1年後どうなってるか、実際パスがドーンって盛り上がってる可能性もゼロじゃない、はい、あるいはもうますますダメになっちゃって、うん、スロー戦なんかも全国がなくなってるかもしれないみたいな、うん、どっちもあり得るんでね、うん、これはまあ逆に言うとこうどういう風にこの業界が動いていくかっていうのを、うん、まあ楽しみっていう考え方もできるんで、うんうん、そうそう、そこをやっぱりこう変にこうねイライラせずに、うんうん、まあ全体を楽しく見てるように取り掛かっ、うん、関わっていってほしいなと思いますね、皆さん、うん、あ、ということで、バツさん最高の予定は、
そうですね、まあ特にもう嫌だなっていう感覚も別にないです。はい、ない、はい。運命の人が現れたら。まあなんかしようかなと思ったらしようかなと思います、うん、その時は発表はするパターンで考え発表しなくていい人もいますそれはちょっと、ね、しなくていいよね、はい、すると面倒くせえだめだから、はいはい、黙ってしろ、はい、だからそもそも芸能人じゃないんだから、うん、ライターの結婚とかどうでもいいんだよ。もういいじゃん、しててもしてなくても。そうだから女性ライターとかで離婚しましたとか、うん、結婚しました別に言わなくていいよ別に。本当にね、だからそれに関してはもうじゃあそう言うなって言うんだったらすんなよっていう方がいるじゃないですか。おっしゃる通り、だからもうそれはもうグーの音もない、もうだからもうご迷惑おかけしてましたとか言いながらねあの時の空気面白かったな、お騒がせしましたってご迷惑おかけしましたっていう風にしか、ね、言えばなりますね。まあそれも次離婚しそうな人がとかそれバチさんに聞く話じゃないよ。なんでバチさんその専門家になっちゃうんだよね。空気感じ取れるようだったらこうならないんだよね。誰かいますか。まあ誰かいますか。離婚アナリストで食っていけるわけないから。分かんないからこうなってる。ライター離婚アナリスト。ね、まずバチさんでーす。次あの子怪しいね。私の情報によりますか。言ってリストアップしちゃってる。最低。最低で他にやることあるだろうね。でもね、はい、もうちょっとお時間過ぎてますけど、バチさんいかがでした今日は。いや、もうあっという間でした。はい、いや、はい、本当に、いや、喋ってくれるしね、やっぱ一個一個中身があって重みがあるから、やっぱ非常に聞いててね、今回充実してました、うん、私、はい、よかったわ、うん、はい、いや、一戦で走ってもらいたいね、本当マジでバチさんが崩れたら終わりだからな、うん、いや、ましましてだから、本当にこの業界背負ってるのはバチさんです。いや、本当に、ガチで、ガチでバチさんです。もうそういう風に言っていただける日が終わらないように、うん、そしてスッと言われなくならないように頑張りたいと思います。そしてメーカーさんとか行ったら、大崎を意外にあの使い勝手いいよっていうこと一言そういえばそうしたら言っててもらえると。バチさんから下の世代は大崎さんとか上の人たち早くいなくなった本当にちゃんともうレジェンドライターの皆さんはレジェンドでやってほしいですちゃんと消化の3割ぐらい戻しますよ。いいぞもうちゃんとした公式戦出てこなくていいからマスターズだけやってもくればいいんですよ。ブン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 いまだにホームラン打ってくるから新しいバット買ったんですね。いいんですよ、毎年買い替えてるからということでございます、はい、さあ次回がね、はい、2月9日予定なんですが、はい、ライター調整中、なんと運営が鬼塚千尋にオファーして断られたって当たり前だお前すごくないですか。何を考えたんだって思ったわ。これやっぱね、本音で話せは、うん、ディレクターさんもキレッキレなんで何かあったらすぐオファーするんですよすごいっすね。オファーしてるんだから断られるわ。当たり前だろ。千尋さんもオファーしてるし、なんだったらさくらまやちゃんとかがちょっとパチモンで目立つ、はいはい、すぐオファーしようみたいな、大崎さんの横にすぐそういうのを置こう、とりあえず聞いてみようと、うん、だからもしそれ考えたらギャルちゃんとか全部そういうの今度集めてみる。あ、炎上系呼んでみよう。炎上系、炎上ギャルちゃん連絡してみて。来ない絶対絶対来ないでもそれやるんだったら大崎さんとひな壇で炎上系の人並んでほしい。はいはいはい、だってお酒良くないですよね。ダイヤが見つかる可能性ありますからね。でも本当にだからこの番組はもうディレクターさんが尖ってるんで、次誰来るか分かんないですけど、ですね、うん、楽しみしていただけたら、はい、2月9日でございます、ね、はい、はい、さあというわけでいろんな話が聞いてるんで、まだまだ聞き足りない具合があるんですけどね、うん、まあ、またタイミングね、スケジュール忙しい中あったらぜひまた第2弾。だってもう今年は休みないですもんね。そうですよ今年は休みせよ。そんなの風に思われてるんですか。364で1位休みだったところにこれ入っちゃったんですよ。そうね、もうこれは裏で頑張らなきゃならないですよ本当に。夢を枯らさないためにはい、ということで、はい、また機会があったらね、来ていただきたいと思います、はい、今日のゲストは松本バッツさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また見てください。アンケートもよろしくお願いします。